皆さん、こんにちは。ティンダーの脈ボーイ、キングです。キングダムの P リーグ愛。今回は、静岡市ボーリング場本拠地移転計画。ぜひ、ハングロ高校にもボーリング部補足したいです。その活動場所はもちろん、鶴岡ダダチャボール実現したらいいですね。はい。まあ、曜日は今考えてますが、活動日を月曜日と火曜日。まあ、水曜日も追加して、まあ、金曜日。毎日ではないです。はい。月、火、金曜日。まあ、水曜日と木曜日を一旦お休みしてもいいですね。はい。あとは、羽後高校はいろいろ変わってますからね。はい。これも導入してほしいです。ラーニングのやつ。はい。まあ、誰でも入れます。土日祝日は自主練でいいです。自主練でも使えます。自主練でもバス、まあ、変えます。はい。大会については、国体はもちろんインターハイと予選。あとはまあ、チャレンジマッチの出場もいいと思います。はい。プロテストも可能でございます。その導入して、はい。ボーリング観戦、まあ、P リーグ収録復活できたとともに、JPBA の公式戦の観戦は春休みか夏休み、冬が休みぐらいかな。はい。あとは場所、仮ですからね、はい。バスへの迎えもいいですね、はい。まあ、スクールバスではなく、ボーリング場の仮のバスがあればいいです。近い人のみは解散だけど、遠い人はまあ、羽後高校に戻らなければいけないです。間に合うように、はい、時間まで、はい。顧問の先生は未定でございます。高校の教師。まあ私がまあ監督務めたいなと思ってます。アマチュアボーラーとして、介護職員アマチュアボーラーの肩書きで、はい。プロとの講話と座談会もいいと思いますね、どっかで、はい。あとイベントとしては、お花見、ハロウィン、クリスマスなどのイベント、パーティーもいいですね、はい。あとは活動の展示なんかのイベントで、オープンキャンパスでも特別招待もいいと思います。ボーリング部、ぜひとも羽後高校に補足したいです。はい。以上でございます。実現できたらいいね。チャンネル登録、コメント、高評価どうぞよろしくお願いします。バイバイ。